皆さん、こんにちは。オンライン日本語日本語能力試験 N4 完全解説ドリルの解説を始めます。今回解説する日本語能力試験 N4 完全解説ドリルは、アテインオンラインジャパニーズで全編配信予定です。その中から問題を抜粋して解説していきます。 オンライン日本語日本語能力試験 N4 完全解説ドリル言語知識文法読解今回は問題6の解説を行っていきます早速問題を見ていきましょう問題6右のページを見て 下の質問に答えてください。答えは、1、2、3、4から、一番いいものを一つ選んでください。右のページとありますが、早速そのページを見ていきましょう。太平洋マラソン参加者募集。 日時、11月19日土曜日、9時スタート。会場、スタート、白浜海岸公園。ゴール、白浜陸上競技場。参加条件、必ず健康な状態。コース、1、 2 5トル参加者16歳以上の男女2 2 1トル参加者40歳以上の男女3高齢者1 0トル参加者60歳以上の男女主催 日本マラソンクラブ申し込み締め切り11月5日土曜日17時それでは問題を見ていきましょう34番田中さんのご主人は年齢が 65歳です。毎朝ジョギングで 3km ぐらい走っています。休みの日には 10km ぐらい走ることもありますが、まだフルマラソンの経験はありません。健康状態は問題ありません。どのコースがいいですか 1>, 1、25km コース2、21km コース3、高齢者 10km コース4、参加できませんそれでは答えを考えてみましょう 答えは出ましたでしょうか答えを見ていきましょう。答えは3の高齢者 10km コースです。募集要項には1の 25km コースも2の 21km コースもあります。 田中さんのご主人の状態を見てみましょう。ポイントとなるのは、年齢が65歳。休みの日には 10km ぐらい走ることもあります。健康状態は問題ありません。です。募集要項を見てみましょう。 まずはコースを見てみましょう。3、高齢者 10km 参加者60歳以上の男女とあります。田中さんのご主人は65歳なので該当します。さらに参加条件は必ず健康な状態とあります。 よって答えは3の高齢者 10km コースになります次の問題に進みましょう35番田中さんの奥さんは年齢が62歳です以前はご主人と一緒に ジョギングをしていましたが、最近は少し走ると足が痛くなるので、ジョギングをやめています。でも、走ることは好きです。どのコースがいいでしょうか ?1、25キロメートルコース2、 2 1トルコース3高齢者1 0トルコース4参加できませんそれでは答えを考えてみましょう答えは出ましたでしょうか 答えを見ていきましょう。答えは、4の参加できませんです。田中さんの奥さんの状態を見てみましょう。ポイントとなるのは、年齢が62歳。少し走ると足が痛くなるので、ジョギングをやめています。 です。募集要項を見てみましょう。まずはコースを見てみましょう。3、高齢者 10km 参加者、60歳以上の男女とあります。田中さんは62歳なので該当します。さらに参加条件は、 必ず健康な状態とあります。田中さんの奥さんは足が痛くなると言っています。よって答えは4になります。以上でオンライン日本語日本語能力試験 N4 完全解説ドリル 言語知識、文法、読解。問題6の解説を終了します。この種類の問題は、必要な情報を探し出すのが目的なので、文章を読む前に、先に質問文を読む必要があります。問題を解くときに必要な情報や 読む時のポイントは何かを考えながら広告やポスターから惜しい情報を探す力が必要です。アテインオンラインジャパニーズでは JLPT 日本語能力試験に対応したドリルを配信していきます。今回の YouTube での配信はそのドリルの問題を一部抜粋して解説しました。 もっと解いてみたいなという方は、ぜひ、アテインオンラインジャパニーズまでアクセスしてみてください。それでは、お疲れ様でした。ご覧いただき、ありがとうございました。